皆さんこんにちは、トレーナーのゆうきです。今日は肩のこりや痛みについて、動画を作っていきました。まずはよくある肩のこりとか肩甲骨肩周りの動きの悪さについて解説したいと思います。普段腕の骨、上腕骨といいますが、この骨が日常生活では内側にこうねじれることが多いです。スマホを見たりとかパソコンをしたりするときに腕が内向きの肩になることによって関節というのは詰まったり、肩が凝りやすくなります。見る目安としては、脱力をした状態でこの親指や肘の線、この向きが真正面を向いていれば理想的な腕の状態。これが4本指をグーにして親指や肘の線が内側を向いている方というのは、この向きが内側を向く方は少し内巻きに肩がなっていること非常に多いですね。こういった方は関節が詰まったり、いわゆる四十肩五十肩と言われる肩周りの痛みとか、こういった症状が出やすくなります。まずパッと見た感じのこの肘の線と親指の向きのチェック、そしてもう一つは後ろから見たときに手がちゃんと組むことができるかどうかですね。背中の後ろで手と手を組み合わせていってもらって、でもどちらかこう掴めない方がないかですね。特に内巻きの状態が強い方、今でしたらこの右手、下に下げている右手が内巻きが例えば強いとしたら、そっちの内巻きが強い方が上がりにくいことが多いです。どちらの手の方が手を後ろから下の方から上に上げにくいか、これをですね、左右差がないかというのを、比べてみてください。これがつかめないとか、苦手な方というのは肩周り硬くなっている方が非常に多いです。で、今の症状、肩周りの柔軟性を出すためにはこのタオルを使っていきます。まずはタオルを上から置いて、つかめる範囲で背中の後ろでタオルを使います。そこから余裕がある方はじわじわタオルを手繰り寄せていって、少しずつこの距離を近づけていきます。これで肩甲骨肩周りの柔軟性を高めていきます。基本的に日常生活の中では体の前で、それも頭よりも下の位置で手を動かすことが多いので、できるだけオーバーヘッドトスといいますが、手が頭の上を越えるような動き、または体の後ろの面で動かす動作、こういうことをしてあげると日常生活使わない筋肉や関節の柔軟性を出すことができます。できれば毎日ですね、30秒から1分ぐらい、時間があったら毎日3セットから5セットぐらい繰り返してもらうと効果的。そしてやってるうちに余裕が出てきたら手と手を組んだり、さらに余裕が出てきた方はこのようにはわせていって手首を掴んでもらったり、自分のペースに合わせて徐々に柔軟性を高めていきましょう。これがまずは肩甲骨肩周り後ろら辺のね、筋肉使うストレッチです。そして肩が内巻きになっている人のポイントとしては、特徴としてはこの肩のあたりから胸につながっている筋肉、胸の筋肉が短縮短くなっていることが非常に多いです。この胸の前に伸ばすのもとても大切。これもタオルを使って両手万歳にして、そして後ろに引っ張ります。で、この時にこの胸の前伸びる感覚でやったらバッチリ。この時出やすいのは肘がこうね曲がってきます。できるだけ肘ピンと伸ばした状態で後ろに、肩周りがね脱臼しやすいとか、関節が緩い方は、不安な時はやめといてください。で、後ろに引っ張った時にちゃんとこの胸の前が伸びる感覚、両方の腕の付け根、この腕の骨から胸の前にかけてこの辺りが伸びる感覚があったらバッチリです。これも30秒ぐらい、毎日3セットから5セットぐらいですね。
お仕事の合間とかにやってみてください。でも柔軟性が出てくるとこの状態からしっかり肘伸ばしたままでぐるんと後ろに腕を通すことができるようになります。これを繰り返すことで肩甲骨や肩の柔軟性を高めていきましょう。ポイントは心地よく痛気持ちいい範囲で行うこと、呼吸を止めないこと、この2つを守って自分のペースで毎日コツコツ続けてみてください。